寝てますか？さっき見えてましたか？さっき見えなかったよね、やっぱり。なんでやろう。パソコンでショールームしてないんです、したいんですけどね。やり方がわからない。ウーカメインの箱推しさん、もみじ。もみじありがとうございます。紅葉。はい、じゃあ、ナングラやっていきまーす。どんどんパフパフ。キャラクターを作らないとダメなんですけどね。どんなキャラがいいですかね。あ、赤目の赤牛さん、ゴンちゃん、ありがとうございます。マーロン、こんにちは。暑くね、今日。汗かいてるんですけど。ゴンちゃん、ありがとう。パフパフ。みんな金子さんやから、あきら先生は あ、東京寒いんや。ストーブつけたんですか？それは寒いですね。どうしよう、ストーブとかいる時期になったら。私の家極寒なんですけど。みんなどんな感じで書いてんのやろ。普通にあれでいいんかな。お昼休みですので遊びに来ました。ありがとうございます。あ、あれしとこ。ハッシュタグナングラ。オッケー。週末一気に冷え込むみたいね。そうなんや。ついに秋が来るんですかね。って言ってももうあれですよ。もう10月ですよね。アバターもらった。あ、ケイイチさん、タワーありがとう。ケイイチさん、ありがとうございます。なんかふにゃふにゃ文字になっちゃった タワーありがとうございます。寒いって感じがしない。ほんまに全然寒くない。あ、消すのこれ大変や。さあ、キャラクター描いていかなあかんねんけど、どんなんがいいかな。やっぱ豹柄とかが多いですよね。あ、オレンジの新製品さん、ありがとうございます。今大学に向かってる電車の中。お、頑張って。大学お昼からかな。どんなんがいい？みおいさん、ありがとうございます。目はハワーくんで。扇風機つけてるから髪の毛なびく。ヒョウ柄のハマー君。なんかじゃんけん大会の時にピースで作ったハマー君が私めっちゃ気に入ってて、なんかあれもちょっとトラ要素というか NMB の感じが出てたんですけど。お昼休みの配信嬉しい、よかった。そう、今日はね、ちょっとお稽古があるのでお昼にやっちゃいます。ゴンちゃん、だるまありがとうございます。
うじろざめ。ほうじろざめってどんなんや。頑張ってね。ハワーくんというのは壇上にいる人たちです。金子さん、チカポヨ、アキラの3つの顔を持つキャラ。じゃ髪の毛がアキラ先生、あ違う、でもそうした金子さんが、でもアキラ先生、どうしよう、服装アキラ先生で頭金子さんで近重さん顔。むずい。お、ほまれさんありがとう、あかつきまんさんありがとうございます。金子って誰かいたよね、メンバー作ってたの。どんなんにしよっかな、どんなんがいいかな。 NMB といえば何ですか。あ、ほまれさん、あきありがとう。金子さん、イメージキャラクターでしょ。イメージキャラクターやったらなんか人の金子さん、どんなん、なんかバンドマンみたいになる金子さんしか思いつかんねんけど、どういうこと。アキラ先生とトラでトラキラ。なんかおりそう、トラキラって。とりあえずちょっと金子さんっぽいの書いてみよう。体迷うな、塗りつぶし、ああ逆、そっか、ここを閉じないと全部塗りつぶしちゃうのか。金子さんの髪の毛あるバージョン。なんか似てない？めっちゃ似てんねんけど、私的に。太陽の塔かけるハワーくん、おお、いいですね。確かに太陽の塔とか大阪のシンボルやし、いいかもしれない。これに発表の時によく着てはるスーツを着せたらどうなるんやろ。あ、見て、塗りつぶししたらこんなんなんねん。要注意です。あ、またやってもった。うん、あ、もう真っ黒すぎて何着てるか分からへんくなっちゃった。全体像。金子さん髪の毛ありバージョン。どうですか。ニーニーありがとうございます。一応保存しとくか。
他何？プリティカネコ。スーツヒョウ柄にして。でもなんかな、 NMB ってなったらさ、グリコとか。あ、グリコってどんなんやっけ。おかゆっこさんありがとう、名古屋さんもありがとうございます。え、グリコってどんなんやったっけ。右手上げ左手上げ調べろって感じやんな、自分で。ちょっと今調べれる機器がさないんですよ。ちょっと待ってな。どうもラッピーでーす、イエーイなんか目がちょっとどこか行ってらっしゃるんですけど、はい、OK、グリコを調べます。ちょっとグリコ、グリコ画像検索。片足上げ。ゴンちゃんありがとうございます。ランニングシャツに短パン。画像、両手を上げてグリコのたすきしてる。グリコ多少変化してる。確かに。ああ、そうだそうだ、こうやから。右足か、右足上げ。これのハマーくんバージョン書いてみよう。ゴールではなくスタートだ、かっこいい。グリコはやっぱ私何が好きやろう。ビスコと、あ、プリッツも好きやな。美味しいですよね。やっほー、浩平さんレインボースターありがとうございます。待ってよ、両手を上げて。ハワーくんな、手足長くしたらちょっとキモいねんな。あ、頭ちっちゃくしたらいいんか。でも頭ちっちゃくしたらハワーくんっぽくないしな。むずい。おはよう。お昼休みに見えるの嬉しい。よかった、午後からも頑張ってね。ビスコの種類増えたよね。あ、そうなん。ビスコは何が好きやろう。チョコレートのやつ好きですね。でもいいんかな、勝手にグリコのこのポーズ使っても。それが私わかんないけど心配。これで、え、これ足曲げんの表現するむずくないこれ足曲げてんのどう表現したらいいんやろ。絵心試される。これはちょっとむずいぞ。あー、ちょっと待って。なんか気持ち悪くなっちゃった。わかる？足曲げてんの。あ、ハマレッチありがとうございます。なんか首ないからかな、すごいお股がキュインってなりすぎかな大丈夫かな。これすごい凛々しいお顔をされてるので。これもうハワーくんやん。じゃーん、グリコ。
NMB 要素がなさすぎてこれやったらなんかこの際八等身にしよう。八等身ね。あ、服着させたらいいんか。このタンクトップみたいな、タンクトップ着させてみようってなったらもうちょっと体しっかり描かないと。タンクトップね、タンクトップ結構これあれですね、脇がギュインってあの入り込んでるタイプのタンクトップですね。あ、首ないんですよね、ハマー君。どうしよっか、首ないから、あ、これでいっか、これで。あ、すごい短いズボンを履かれてるんですね。あ、すごい、なんかハマー君が人間味を帯びてきてちょっと嫌や。まあいいか、この際ちょっと人間っぽくするか。可愛くするにはどうしたらいいんやろ。大根足になっちゃう。下手くそー、私こうか。え、足曲げてんの書かれへん、難しい。足曲げてんのむずい。あ、靴にしたらいいんか。あ、いけそう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 。どうですか曲げてる感ある？なんか足のくびれなさすぎ、人間味帯びてんねん。あ、ウーカミンの箱井さんありがとうございます。マジ難しい、もうこれパクリになっちゃうね。 NMB なんやろ。曲げてる感ない。花丸さんありがとうございます。運動会の小学生みたい、みんなめっちゃ言ってくるやん。なんでそんな言ってくる、みんな厳しい。書いてみーや、ほんならそう、曲がる足がもともとないんだよ。なんかリアルな足になっちゃうね。どう？曲がってる感出ました？そうはおぱさんありがとうございます。花丸さんありがとうございます。美脚だね意外と。いや、そうやねん、美脚やねん。ハマーくんはポテンシャルあるからね。 NMB で、ズボンヒョウ柄にしよう。ヒョウ柄ってどうやって書くんどうですか、ヒョウ柄。むずいな、ヒョウ柄、ヒョウ柄。イラスト、てなちゃんありがとうございます。あ、出てきた。あー結構むずい。あ、じゃ、これさ、なんかあんねん、ヒョウ柄のやつ。ちょっとそれ使おう。ヒョウ柄どこや。ヒョウ柄、ヒョウ柄。素材パターンとか使っていいんかな。え、めっちゃ、あー全部ヒョウ柄になっちゃった。ちょっと待って。あ、集合体や、これ。あ、無理。ちょっと待って、どうしよう。待って、あ、消えた。一人で焦ってるやん、何この状況。お前やめて、やめよう、素材パターン使うのやめよう。ちょっとあの記
キュンってやったらヒョウ柄がギュンってなって、あのヒョウ柄って集合体ですね、ちょっとあのやめさせてもらうわちょっと急に怖くなるんですよね、集合体がってなったらヒョウ柄かかれへん。え、どうしよう、ヒョウ柄じゃなくてなんかドットでいいかな、じゃないと私無理や。こんな感じでなんかドットパンツ履いてる人みたいになっちゃってんねんけど大丈夫そう。なんか大丈夫そうこれ。どうなん、ギュンってなったね、トランクスみたいになっちゃった。花丸さんありがとうございます。タピオカやっぱパンツに見えるよねうちのおとんのパンツで草めっちゃおしゃれなパンツ履いてるやん。ヒョウ柄じゃないねんな、これは。私もそう思います。真剣に考えてって感じですよね。わかる、ほんまそれ。くらぶたさんありがとうございます。はあ、疲れたグリッコって縦なんや、これ NMB って横に書いてたけど縦なんだ。縦にしよっか。ちょっとズボンがな、ヒョウ柄がうまく描けない。NMB 塗りつぶして、このなんかズボン可愛くないな、どうしよう。誰かヒョウ柄のプロ、どうしよっかな。こんな感じでいいんですか、ナングラって。ハマレッチありがとう。コウヘイさん、チョコちゃんありがとうございます。頭に何かつけよう。頭に何つけちゃう、通天閣。金子さんちゃうで俺なにわ感不足、なにわ感不足な、それ私も思う。あ、たこ焼きにしたらいいんか、ハワー君を。ちょっと待って、思いついちゃったかも。ちょっと待って、新しいの書きますね、今から。あー、はい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 あの広告入りましたからの、はい、新しいの書いていきます。たこ焼きにしたらいいやん。どう、たこ焼きいる、たこ焼きの頂点丸書いて、どうしようかな、丸書いて。でもたこ焼きのなんかキャラクターいましたよね、テレビ局のなんかいた気がする。髪型みたいにしよう、タレを。で眉毛描いて、お目目描いて、お目目描いて、みんなのやつあんまちゃんと見てないねんな私。
丸じゃなくて、あ、まあいっか。んーで、まあこれは確かにいっぱいいるだろうな。ちょっとじゃあこの頭に刺してるやつにキュンマート的な感じでハートくっつけて、うんうん、何にしよっかな。N、ここはねロゴも入れとかないと。 NM、 でも大阪といえばなんか大阪のおばちゃんとかも結構あれやもん、大阪のおばちゃんハワーくんみたいな。どうだろう、めっちゃ簡単よくあるみたいな。花丸さんありがとうございます。もっと丸がもっとなんかポテッとしてた方が可愛いんかな。まるまると太ったたこ焼きハワーくんができた。かわいい、かわいくない？いました？このタイプ。これかわいくない？ココナがほぼ同じいたんかい。いないよそのタイプは。やってほんと？これキーホルダーにできる？どうですか？意外といい感じ？好評？刺さってんのがじわじわくる。やっぱこれはね大事でしょ皆さん。これなかったら食べれないでしょ。こんにちは、行っちゃってる。キーホルダー、キーホルダーできそう？さっきの体つけたらやばい。これにグリコってこと？待ってよ。もうそれはね、首結構長くしないと腕上げれへん。あ、首めっちゃ太いやつになっちゃった。あかん、頭にスペース取りすぎて全然。あグリコ足してみたけど。花丸さんありがとうございます。どうこれ、顔かわいいんじゃん。これこれお気に入り。あのちなみに1作品目金子さんじわじわじわくるわ。ナングラはナングラの略何でしたっけ？ナンバーグランド。ん？ナングラって何だっけ？グランプリ、ナンバーグランプリ。
あたしんちのお父さん、ナンバグランド花月、ナンバグラノールやでナンバーワングランプリでしたみんなでナンバーワンを決めるっていう大喜利の。イベントやってます。どんなんがいいかな。花丸さん、ウーカミの箱井さん、ありがとうございます。大阪のおばちゃんみたいなのも可愛い、きっとハワー君にさせたら。どんなんやろ。でもクリクリなイメージやな。たこ焼きいいと思う。アメちゃんも買いとこう。あ、アメちゃんね、そういうことね。はい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 。じゃあ髪色は確かに紫のイメージあるね。いや、なんかちょっとぼやーんってする紫選んじゃった。どんなんやっけ。なんで紫なんやろう、不思議。なんか紫っぽい人多いですよね。これでとかもリップめっちゃ塗ってるイメージやな。あ、なんか色つけたら可愛くなった気がすんねんけど。いい感じよ。ナンバーちゃんたこ焼きバー551はいいからね。何それ。あ、やっぱ色つけたら可愛いで。見て、途中経過。なんかこの手はアハハハの手です。ナナホーオブキューさん、ありがとうございます。大阪のおばちゃんってヒョウ柄よりヒョウ着てるよね。そう、そうかも。おまれっち、ありがとうございます。可愛いよな、結構LINE スタンプにありそう。私 LINE スタンプ作りたい。みんな買ってくれますかキングボンビーみたいって確かに、なんか見たことあるなと思ってて、書きながらキングボンビーに似てるほんまや。あ、ナノブーキューさん、ありがとうございます。たこ焼きに一票大丈夫ですか。耳にはすごいなんか丸のパールつけてるイメージで、体がね、体が難しいよね。あ、なんかやっぱ手にはネギ持ってるイメージやな。ワンピース着せとこっか、ヒョウ柄の。ちょっとお上品な感じになっちゃったかも。あ、
頑張ってください。お仕事、そっか、もうそろそろ始まる時間ですよね。ランチタイム終わっちゃう。頑張ってください。花丸さん、ありがとう。ネギ、ネギ出しといて、やっぱ色つけたら分かりやすくていいですねで、ヒョウ柄が描けたらいいんやけど、ヒョウ柄っていうよりもヒョウ描いちゃおう。ヒョウ、ヒョウのイラストを検索。ヒョウ、名古屋さん、ありがとうございます。もう仕事の戻る気なくした仮眠室仮眠室はほんま出たくなくなるよね。あ、ボム買ったよ、ありがとう。どうでしたかね。あ、かわいい。なんかこれすっごいうるさいあれになる。うるさいっていうのは派手みたいな、派手な絵になっちゃうけど、いいかな。丸描いて、耳描いて、もう一つ耳描いて、目は結構強めに描いて、あ、やばい、強すぎたむずいな。これでこの中黄色に塗って、皆さん見てない、あ、違う、あ、違う、もうちょっとで見せますからね、待ってくださいね。今結構完成に近づいてるから、これが完成なのか分かんないけど、あ、なるほどなるほど、口元は白いんだ。こんな感じですね。はい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 、こうですね。お、いい感じじゃないんでしょうか。笑っちゃう大丈夫かこれ。これで靴も塗って塗って、めっちゃカラフルになっていってるけど、できたー、じゃーん大阪のおばちゃんハワーくんです。どうでしょう、可愛くない？結構なんか可愛いんですけど、ネギ光ってない？ネギ光ってないかな。なんかこのワンピースの色どうにかならんかな。どうですか？緑、緑着るか？どんなん着てるやろ大阪のおばちゃんって。やっぱ派手派手やもんな。
阪、え、関西って緑黄緑でイントネーション変わるよね。え、変わらへんの？緑黄緑、黒にヒョウが多いイメージ。じゃあ黒にしてみる一回。あー、テーマで黒くなっちゃったじゃん。これグッズにすんの色多いから大変そう。パンク、パンクって感じですね。なんかどうですか、どんな感じ。花丸さんありがとう。ウーカの50年後、ウーカのママですか。めちゃめちゃいじってきてるやん。ハワーくんって本当は女？ハワーくんは男の子なんですけど、もう自由なんです。縛りなどないのです。でも NMB のイメージキャラクターですよね。みんなの確かに将来の姿みたいな感じになっちゃう。めっちゃ可愛いのできたと思うんやけど。どうですか。水色がいい？水色？間違えた。変なとこまで水色なった。安心感。どうですか、これでいい？いいと思う人。結構私は楽しく描きましたけど、なんかすごい今塗りつぶしを何回もしたことによってすっごい線が太くなっちゃった。オッケー、みんなほんまに？ほんまにオッケー。これ NMB 感ありますか。ちゃんと小手津さんありがとうございます。加藤優香感はあります。あかんやん。NMB 感なかったらまた入賞できない。名前何にします。名前NMB っぽくしといたらいいんちゃん。ああ、顔、カゴの中になるほどね。ペンライトとかネギじゃなくてってことですか？
加藤優香過去72歳。72歳でこんなさファッション楽しんでんの最高の人生やと思うんやけど。なんかネックレスじゃなくてちょっと首開けてみたんですけど、どっちがいいかな。そんな興味ないかここにハワーお姉さん通天閣の髪飾り。ああそういうこと、ね、名前ウーカの将来あった方がいい。じゃあ書きますね。ハワーくんのお母さんはなんかハワーくん知ってる人がそんないないから、ナンバの母ん、むずいな。ナンババナンババでもなんかそういう可愛い可愛いと思って書いてるからな、なんかわかりますか。名前何しよう。今んとこ良さそうなんないな。ナンバーちゃん、ナンバーちゃん、ナンバ、ナンバーちゃん、ナンバ、ナンバーちゃん、ナンバーちゃんでいっか、かわいい。おばあちゃんなんこれって、おばあちゃんか。大阪らしさに特化したキャラクターです。ナンバーちゃんはシオンが使ってるよ。そうなの。おばあちゃん確かに公演が始まる前のおばあちゃんにかけてるってことですか。頑張ってね、午後からもマークさん。おばちゃん心斎橋夏子バテージ悪シンプルやし、なんかありそう。夏子っていうのは優香の夏使ってくれたってこと？心斎橋夏子、心斎橋夏子おもろい。心斎橋ナンバー、ナンバー心斎橋夏子でいいかな夏子なんや。千日前筋子ぽいなんか夏子はちょっと可愛い感じやけど筋子あ、ドクパパさん頑張ってね、ありがとうございました。道具屋筋愛子、わあ、道具屋筋だってね、 NMB の劇場ある場所やし、いそうやし、うわーうわー、みんなみんなおもろくなってきた、あかん、どうしよう
御堂筋徹子、どうしよう、千日前筋子か、何だっけ、道具屋筋子愛子どっちがいいかな。どっちがいいかな。道具屋筋のアイドルっていう由来で道具屋筋愛子。もうみんな水を得た魚っていうんですか。もう楽しくなっちゃってどんどん。長堀鶴見緑地線筋子。筋子ハマってんな。面白い。悩む。ちょっとじゃあ投票しよう。投票したらっていうコメントがあったので、何と何、あ、そうやな、これ名前書かれへんのか。じゃあ1が、1が道具屋筋愛子、2が千日前筋子、筋子どっちや、あ、道具屋筋愛子、2が千日前筋子、どっちがいいですか。待って待って、裏ナンバーメシコ。確かに裏ナンバー、裏ナンバーにいそう、いそうっちゃいそうかも。高島屋愛子、うわー結構上品ですねそれは。一が道具屋、道具屋筋子、じゃあ道具屋筋愛子、もう分からんくなってきた。二が千日前筋子、もうどっちも筋やから分からんくなってくる。待って、じゃあ57分になったら終わりますね。これどっちでもええわって感じやけどな、結構大事な投票なので。道具や筋子でもいいよね。千日前筋子、道具屋筋愛子、何の投票なのってコメント来てるやん。ほんまに今見始めた人は何って感じやんな。ナンバ愛優子、あ、私の優が入って嬉しいです。千日前通子、通子、通り子、千日前通り子。お仕事始まるので去ります。花丸さんありがとうございました。テロップに、そう、選択肢どうやって書くん、それがね私分かってないね。 NMB どこ行ったん、ほんまに。そう、あ、テロップってそっちね。あ、でも57分になったので終わりたいと思います。1が千日前、2が何だっけ、御堂筋愛子、千日前筋子か。はい、終了します。千日前筋子と道具屋筋か、分からへん。一が何、さっきコメントに書いてくれてた、一が道具屋筋愛子で二が千日前ね。せーの、あ、道具屋筋愛子の方が多いわ。じゃあそっちにしよう。決まったー。なんかもう最初の趣旨なんか忘れちゃってるけど、みんなが楽しかったらそれでいいですよね。あれ、筋ってどんな字やったっけ、道具屋筋の筋ってそれなの。じゃーん、決まりました。いやー、皆さんたくさんの面白い名前とアイディアをありがとうございました。決まりました。ちょうど1時間やで、しかもすごい。あ、ネギなくなってる。
や、ここにちょっとじゃペンライトとか持たせたらいいか。道具屋筋でね、買い物してそうですよね。それが狙いです。はい、ありがとうございました。いいの、いいのできました。次こそ、次こそベスト3狙うぞ。はい、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。13位、 FFF さん、ありがとうございました。12位、ソンワオパさん、ありがとうございました。11位、岡ゆっこさん、ありがとうございます。10位、マーシーさん、ありがとうございました。9位、ミャオイさん、ありがとうございます。7位、ナナオブキューさん、ありがとうございます。7位、オレンジの新製品さん、ありがとうございます。6位、ホマレさん、ありがとうございます。5位、ウーカメインの箱押しさん、ありがとうございます。4位、花丸さん、ありがとうございます。3位、コウヘイさん、ありがとうございます。2位、名古屋さん、ありがとうございます。1位、ケンイチさん、ありがとうございます。はい、いいキャラクターできました。はい、難波感はね、まあいっぱいあるんじゃないでしょうか。大阪感満載なキャラクターが、道具屋筋愛子出来上がりました。はい。はい、多分誰よりも NMB のことを応援してくれてると思います、この道具屋筋愛子は。はいはい、じゃあ皆さん、お昼に見てくれてありがとうございます。午後からもお仕事頑張ってください。じゃあね、ありがとうございました。